このメカ義手はチューンアップしたばかりだぜ。お前たちがちょうどいい実験体だ。ありがたく思い上がれ。もう終わりだ。教育してやる。俺様を見くびるなよ。さーて、もう時間を無駄にしてらんないの。さっさと退場しちゃって。やがったな。行くわよ。うわ、この傷のうずき、一体どういうことだてめえ。俺様と同じ十字。前回バトルしてからだいぶ時間経ってるし、覚悟しなさい。ケビー、みなさんから美味しい晩ご飯よろしくね。ラジャそろ諦め。次こ悪いけど。おい、だ。ふん、俺が誰なのか知らないった。おめでてえやつだぜ。チャンス。
千倍にして返せ。くそが！なじゃ。俺をイラつかせるのがうめえな、おめえ。この憎たらしい顔を八つ裂きにしてやるぜ。チャンス。クライダー。行くわよ。ジャッキーが、てめえら、今度会ったらてめえらをバラ。古代の力にひれ伏すがよい。熱せよ。預かりし力を見よ。自らの愚かさを呪うがよい。創造主様より、彼らの英知の番人となるのを託された。気高き太陽の下で照らされた我が故郷、我らそなたらの力を乞う。この声に耳を傾け、我らに力を授けよ。自らの愚かさを呪うがよい。チャンス！
おやつ食べなきゃ。なるほど。主は人族か。我らは当初人からくり。ああ、パパ金星のこの帽子ってマナを偽装するデバイスが内蔵されてる。それででもよくわかったわ。主らに先んじてここを訪れた。今先客って言ったわよね。それって若い獣人とその物語主が。それはだが、まずは聞け。あ、私の新しい計画はこれまでで最高になります。あなたたちの改造でその最高峰を飾るのです。願います。さあ来るのです。感謝してもいいのですよ。なんということでしょう。なんと失礼な。でも、言っちゃっ、もう、ねえ、バラドス教授の職場は現在バラ悪魔に執着して、兄さんにはき、ここでまずはわか。本日は気温がとても高いです。めまいや倦怠感を感じているのであれば、即座に冷房の効いた場所か水辺で体を冷やしてください。
熱暴走発生。状況は適切に管理されており安全です。落ち着きましょう。駆除中。駆除中。チャンス！システムエラー。ダメージ発生。優れないのですね、市民。本職に何ができることはありますか？身構えてください。クリティカルエラー発生。中核システムクリティカルエラー。新型の魔海賊はだとして、垂直舞台は万全。さあ、まだかつて見たことのない素晴らしさに魅了されるがいい。我が抱擁を受け入れるがいい。よいしょ。我が裁かれるか。行くよ。我が抱擁を受け入れるがいい。
ロマンあふれる展開だ。さて、私はどんな役をさせばいいのかな。君はどんな役がお望みかな。おやつ食べなきゃ。この状況かなりまずいですね。呼ぶ者は他のどんな名前で呼んでも同じように危険だ。なんと不可解な。なるほど。やっぱちょどうですかしら。お待ちください。お姉さんから聞いてたわ。大丈夫。こんな危険物はさっさと廃棄しちゃうからね。待って、誤解です。それどころか、なかなか言い出せず申し訳ございません。姉と私がさらに悪いことに。でも私が無事でいられた。世の全ての良きものを。じゃあなんでこいつからも逃げてたの。違うんです、ロレオ。ただよいしょ。そうだったかもね。異なる種を融合させるなんて、強い力がさらに周囲の劣化からさっさととどめ。よいしょ。Yeah.
ともかくこれ樹液、それでもこれでこの深海を治めるのは我ら、我が歌声がハルシオンの海を驚かん。行くわよ。この声に魅了されよ。
ここは我が領域。太陽に焦がれし者が立ち入る場所ではない。サイレンの歌に身を任せ溺れなさい。深海へと沈め。セルリアさん、ティーテス陛下、ここより上の海水は今汚染が進行しています。どうかフリードマンさんを解放してあげてください。フリードマン、あんたの娘さんが拉致してきた地上の獣人族の技術者よ。セルリア、説明を。陛下、お許しを。さあ、あとは君と僕だけだ。思いしたか分かってないくせに、僕の苦しみなんて何も知らないのに、僕を止めることはできないんだ。ここまで来たことを
リア出番よ。お任せ遊ばせ。僕の体あんたが思ってるほど彼の人族への憎しみと言ったらそれほどぜ、うん、テビ証拠物件として何はとも、うん、力と規律の礎は人血だ。チャンス！全てを壊し、恐怖、怒り、そして自分の身のみを残そう。勝利は我だけのものだ。どうした？それで終わりか？アマリー様、私に力を。流した鮮血をたんと味わう。
素晴らしい闘争心だ。我が眷属とならぬかって。くだらない理想か。どの道あれの命タルタロスの無頼感の手。これはどこですか。これは一体。ナジャ痛い何もかも少し…ダメだダメだダメだ今です彼女の誘拐は…まった…私の作品は…これはいけないあの忌々しい大…仕方ありませんねコロコロあの影ああアマリー様あれがエイドロンであらでも劣化とは違う何かデビ私フレイさんの希望のためそうたとえどれほど敵が強大行くわよアマリー様、私に力を。
Thank you.
ない。クリスタルに私たちの。自然の摂理に歯向かう者は除去されねばならない。よいしょ。
ちらかといえば目玉焼きが好みだな。をもう少し面白くさせよう。君たちはな、ああごめんなさい。おつむが半熟卵な、質問に答えとくわ。もうなん、それでは、は魔界族の反乱のことです。なるほど、怖がらせたことを謝罪しよう。女帝ダリアにあだ、そうだ、申し訳ないが思い出す。戦闘中大きな、しかし君、とんだ迷惑、幸か不幸か劣化の君の右のポーチに、しかしその意識は、ちょっと待って、エイドロン知っている。真のホラーショーが始まる。用意はいいか。はよ、ダンス、そなたのひ、これほど非力とあって、どれ、アマリス様、私に力を。
我が輩からは逃げられんぞ。突き刺す光よ。一撃にこれ。せ、どさの気でも来る。デビー、セリ。ゴシゴシその槍を投げ捨て、その涙で天を潤した。そなたはいかに赤々と燃え盛るのでしょう。アマリー様の意志です。破れてお礼にまみれた人、負けるとは。セリアは何をかでも陛下、まさか私を。いいえ、ならばその魔力。セリア出番よ。天使の力を味わいなさいませ。再現な愚かしさ。セリア手伝って。お任せ遊ばせ。後悔することになりますよ。
痛烈で前に次に勇敢ですが、おろす。真の甲骨を楽しむのです。危ない危ない。危ない危ない。なんという神への冒涜。私がいなかったら大変ですわよ。意志です。再現なよ、不死さ。マリケニーさん、気をつけて。後悔することになりますよ。アンセ、行くわよ。なんという神への冒涜。することになりますよ。なんという神への冒涜。僕のか、この呪文はこの技を誇ってもいい。四天使、それにしても人族でありながら四天使。久しぶりだね。私の筋肉を試すいい。いいね。
痛くないかい？もかゆくもないね。縛りつけてやろうか。この人よしやめな。この子の決意はそうさ、理由は私も知らない。それでも行こうってんな。わかった。スノーベールのに今頃ならベラボ私の勘だけ答え。この後ろの道セーブで援護お願い。目標を捕捉しました。Yeah.
わかりました。僕の耳はふん。を知らないのにはイライラしてきましたね。ジェスロデビえ自分の魂を見つめなさいよ。そこには闇しかないんだから。私がいなかったら大変ですよ。大事にしているものは全て幻だわ。うん、くらえ光。天使の力を味わいなさいませ。諦めなさい。えい。ナジャ大丈夫です。僕がフォローしますわよ。最後に輝かしい勝利を収めるのは誰なの？奈落の底に落ちるのは誰？
見つめなさい。くらえ。忙しい時に自分もし次それ幻影というこの幻影ただという ようやくまたあの旋律が我が耳に響くようになったか。それを気づいたところで、もはや手遅れだがな。
君たちはここで死ぬのだから。目標捕捉しました。これは興味深いな。それともよもやか。と、いや、え、道理です。そして私のだが三十心を殺して君にはこれまで言ってる知らずにどの道我が最高傑作何がさバルまさか女帝噂はまこまた会えるとは思わないタリアでもあの人姉を前にしたそれでも愛するダリあなたいいえですがわらわはなんその手並みは追跡していたありがたく思いなさいこのお方なぜ私を虫の息のわらわがダリアはあの日ああもうよわらわの力は姉に及ばぬかもしれない姉に敗北ししかしその時反乱の死ただ一つの願いわらわの姉がエリジウムを破壊しカロン姉はエリジウムの力をダリアがそなたの心しかし諦めるのだタリアほうこの両手はとこしえに罪深いままで終わるでしょう。の野望を実現するにはさらに罪を重ねるのも致し方ないことなのです。何のために戦うのですか。に集中
手伝いしますわ。私に勝てないことが、しかし私を縛っている血の血セーブル、あなたの言った通りですけれど、私なんであなたと容赦ありません。タリア、我がケルベロスかの者はそなた愛する子、この歪み欠陥ばかりのこの世、いかなる楽園わらわと共に行け。いやよなるほど、私はお仕事中。僕には、僕をもてあそぶためにこれほど愚かしいって、私たちのことを。とんでも、そなたの首飾り、私だと何しろそれはそもそもそなたの母は、しかしまさか。そうです、大い継承。今やわらわがそなたの、私の本当、あんたが誰そなたたちには悪いのですが、そなたたちエリジウムの孫娘と対峙するとは、なかなか趣深い展開。わらわには想像できませんでした。まことにと、よいしょ。あなたが身を滅ぼすのはいたたまれませんね。佇むのはもう終わりです。セーブル、援護お願い。
しろにされたわらわの怒りを知りなさい。セーブでいいぜ。嘘をまやかしなき力にひれ伏せ。佇むのはもう終わりです。心は打ちひしがれた地獄、吹き荒れる水面をただただかき分ける。影に佇むのはもう終わりです。まやかしなき力にひれ伏せ。佇むのはもう終わりです。
後ろにされたわらわの怒りを知りなさい。よいしょ。女王のマナが言う。ありえぬ。ゼマ博士のタリア女王は禁術会社。姉君は妹。まさかあの忌まわしき女めが。おのれ。マラワは残念です。貴様、予託していたものを引き取る時となり、愛や虚栄わらわなくして存在かなわ。我々はレバナンス、あなたに取り込まれた、あなたの中に渦巻く。そうですが、悪く思わないでください。そして今我が召喚、女王の体に変化が。それではこの異空間、女王の体、これがパパ。ついに受肉に成功し、みんなこの世の苦しみ最後までやりと。火の粉なの。えい、理解を超えた力の粉。本能される刹那の光でしかありません。行くわよ。下脱の時です。タリアはギアを取り込み、自立したあなたはつまりで、まだです。それに小娘、よいしょ。全ては漆黒に帰すのです。セーブで援護お願い。了解です。Thank you.
に帰すのです。おやつ食べなきゃ。お任せ遊ばせ。連中が仲間割れして
火でも触れたか。分かってるわよ。殉職なんて私には似合いませんのに。僕たちは手を取り合って、さあこれで終わりよ。この機会を待ち望み、育成層の時を過ごし、しかし人類が苦しみ、触れる全てを苦しめる、その連鎖が続く限り我々は消えない。人類の混沌を打ち消す調和を欲するがゆえ、そうしてお前たちはこの エリジウムの異空間が崩壊を始めました。セーブル、どうしたのですか？僕はタリア女王の力で蘇る。女王がいない今、僕のオンパロスを支えているマナがこれまで言えなくてごめんなさい。セーブル、鈴が。そうですわ、ブードゥから渡されたあのため、試したんだけど、周囲の異空間を。そんな、まったくあのいけすかない野良は。脱出可能な場所が見つかダメですよ。お二人は先に行ってください。もう時間がありません。そんなこと関係ありませんわ。え、もちろんですわ、このバカチン。ここから出られる方法はセーブルを残す。その通りですわ。それはとっても楽しい、お二人と出会えて。今もあの時のことは、はっきりと覚えてる。まだ冷めやらぬ、さっき見たばかりの夢のように。エリジウムの異空間崩壊で、絶体絶命だった私たちは、女帝ダリアの操る、スターソングの力に助けられた。あとはすべて、壊れた異空間と共に、蒸発したらしい。女帝ダリアは、自らの王権を復活させると、アズ大陸の各派閥と次々に盟約を結び、情勢の安定に努めた。目的意識を取り戻したアズ大陸の民は、ルネッサとダリア、両者の指導のもと、一丸となって劣化の影響を排除していった。脆弱な同盟ではあったが、それでも、一応はスタートだ。バルハラに戻ると、セリアは、四天使の直属近衛隊、私はというと、この世界は不完全で、これからもずっとそうだと。港にいる船は安心できるって言うけど、私は歩き続けるわね。あなたがどこにいるかはわからない。確実なのは、私たちの冒険は。